モニーク・ヘンナガンはアメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア出身の陸上競技選手。2000年シドニーオリンピック、2004年アテネオリンピックの金メダリストである。ヘンナガンは1992年韓国のソウルで行われた世界ジュニア陸上に出場。400メートルは準決勝で敗退。4400メートルリレーでも4位という結果に終わる。 二年後のリスボンで行われた世界ジュニア選手権にも出場し、400メートルではナイジェリアのオラビシアフォラビに次いで銀メダル。さらに4400メートルリレーでは金メダルを獲得した。その後少し間を置き、1999年の世界室内陸上では4400メートルのアメリカ代表として3位という結果を残す。翌年の2000年シドニーオリンピックでは、 4 0 0ルと4 4 0 0ルリレーに出場。4 0 0ルは予選で敗退してしまったが、4 4 0 0ルリレーでは、ヘンナガンとジールマイルス・クラーク、マリオン・ジョーンズ、ラターシャ・コランダーとチームを組み、3分22秒62のタイムでジャマイカラを抑え、金メダルを獲得した。その後、ジョーンズのドーピングにより、 メダルを剥奪されたが、スポーツ仲裁裁判所が2010年7月16日に失格処分は無効と裁定し、剥奪は撤回された。ヘンナガンは2004年の全米選手権400メートルを初めて制し、同年のアテネオリンピックの出場を決める。しかし、本番ではアメリカの3選手の中ではトップだったものの、3位の ロシアのナタリア・アンというふうに100分の8秒及ばす4位に終わった。しかし、4400メートルリレーでは、DD ディディトロッター、モニーク、ヘンダーソン、サーニャ・リチャーズと共に2位のロシアを抑え、3分19秒01で金メダルを獲得。2大会連続の金メダルとなった。ありがとうございます。